肉焼けてきたかな。もうちょっとかな。今回あの家でサムギョプサルやるにあたってベジテジアっていうのを利用しまして、これですね、ベジテジアのおうちサムギョプサルセットっていうやつです。あのここに今並んでるものは全部セットになってて、あのキムチだったりソーセージ、お肉、サラダ、山椒味噌、お肉、山椒、チーズ、ナムル、お肉っていうのは全部入ってるやつを今回はなんかね、こうやって中に食べ方とかも書いてあるんですよ。今回はね、それでめちゃくちゃ簡単にサムギョプサルを作って食べたいと思います。ね、このさっき自分で揉んだキムチすごい美味しい。うん、え、これめちゃくちゃ美味しいんだけど。あー、油がめっちゃ入る。ね、このさ、ベジテジアさんすごいよね。私も偶然ね、インスタで見かけて今回食べてみようと思ったんだけど、もう全部セットになってるからさ、準備するのなんてほんと食器ぐらいでした。油がすごい。もういけるかな。そろそろいっていいかなって感じなんで、いきたいと思います。うん、お家でサムギョプサル美味しそう。いただきます、うん、やばい、これうますぎなんですよ、うん、あの味噌がね、このサムジャン甘めですね。かなり日本人向けっていうかね、あの食感より甘みの方が強い。うーん、今日私朝ごはんから何も食べてなくって、本当やることがあったからご飯食べれてなかったんですよね。だからより一層しみるっていうか、はい、全部のせですね。キムチとネギサラダとお肉と山椒味噌。このセットめちゃくちゃいいんだけど、あのさ、サムギョプサルって結構全部材料揃えてやるとお金かかったりするじゃん。このサンチュも買って、味噌も揃えて、ポンナムル買って、キムチも買ってとかやってるとね、結構大変だったりすると思うんだけど、もう全部セットになってるから、このさ、ちょっと炒めた、この油で炒めたポンナムルも美味しいよね。熱いかな。うん、最高。ちょっと豚肉のサムギョプサルの油で炒められたキムチとポンナムル&お肉、そして見て、うん、これキムチ追加だな。これ一番手前にあるのはチーズ。チーズ見て、チーズ、チーズフォンデュ、めちゃめちゃ熱そう。チーズサムギョプサルです。激うまー。チーズフォンデュだったら超美味しいんだけど、うん、おいしい。チーズの塩気とね、豚肉の美味しさがすごい合う。うますぎ。ちなみにこれはね、
なんか 3、4人前らしいです。で、お肉もっといっぱいあるんだけど、今ね、ちょっと普通の産業菜だけ出してます。ちょっとこの包みクレープとかやつ食べてみたいと思います。包みクレープとはこのまま包めばいいのかな。30歳でクレープって不思議じゃない。チーズです。よどうだろう、こんな感じなんだけど、こんな感じ。クレープ、チーズ、キムチ、クレープだよ。これはやばい。このクレープの生地がね、ミルクレープの生地みたいに甘いんですよ。その甘さとサムギョプサルのしょっぱさ、チーズのしょっぱさ、塩気があってね、甘じょっぱくてめちゃくちゃ美味しいの。何これ、もう新発見すぎる。なんだろう、もう未来の食べ物じゃん。美味しい。これこんなのあっていいの。てかなんで、え、塩そぼにないですよね、このクレープサムギョプサルって。これはもう次流行るやつだ。ハマりました、完全に。うん、甘じょっぱくて美味しい。もう美味しすぎるとただただ無言で食べちゃいません。ただただ無言で、だってもう美味しいとしか言いようがないんだもん。このクレープサムギョプサルはね、本当にみんな食べてほしい。新発見すぎる。このベジテジアさんが開発したんだとしたら本当にすごい。まあ、最近ね、外でサムギョプサルとか食べれるとこ多いけど、こうやって家でね、好きなやつやるのもいいよね。ノーマルサムギョプサルの方食べ終わったんで、次はタレいきたいと思います。これね、普通とタレがセットになってるんです。次はタレ。これお肉結構入ってるよね。タレサムギョプサルもいいですね。美味しそう。ものすごい油が跳ねちゃってて、皆さん家でサムギョプサルやるときは気をつけた方がいいですね。普通ね、新聞紙を敷いてからやるんですよ、韓国の家でサムギョプサルやるってなったら。焼けてきたかも。わかります？タレが焦げた感じ。美味しそうでしょ。もうすぐ2個目に手が伸びる。見て、美味しそうでしょ。ちょっとこれもタレの方もクレープでいってみたいと思います。もうね、絶対に美味しいの。甘じょっぱくて絶対に美味しいと思うの。お肉2個入れちゃおう。クレープサムギョプサル。もうクレープサムギョプサルはね、うまい。このクレープ生地のサムギョプサルね、もっといろんなとこで出した方がいいと思う。めちゃめちゃ美味しい。うん、おうちサムギョプサル最高。家が臭くなること以外は最高。うん、うまい。あんまり外食とかも控えてる方って多いと思うんだけど、
結構コメントでさ、まだ新大久保とか行くの控えてますって人多いと思うんだけど、こういうね、お取り寄せの韓国料理もっとあればいいのにね。今回見つけたから食べてみようと思って食べてみてんだけど、なんか他にもいいお取り寄せ韓国グルメあったら、こうやって今後も動画でみんなに紹介したいと思います。ごちそうさまでした。ベジテジ屋さん美味しかったです。よかったらね、概要欄に書いとくんで皆さんも食べてみてください。それでは今日はこんな感じです。チャンネル登録といいね、インスタのフォローよろしくお願いします。バイバイ。